次はペイントエリア3秒ルール拡張仮想レーンロアーディフェンシブボックスズ制限区域とはバスケットボールの用語である。一般的にはバスケットボールのコート内のゴール周辺に区切られている長方形の区域のであるフリースローレーンはコート内の他の区域とは異なった色で塗られていることがありペイントエリアとも呼ばれる制限区域である。オフェンス側のプレイヤーはこの区域内に3秒を超えて とどまることはできない。これに違反することは、バイオレーションとなり、ペナルティが課せられる。前述の他にも、各種の制限区域が設定されている。例えば、プロスポーツである NBA では、以前は、ゲームをより動的にするためにゾーンディフェンスが禁止されて、いたが、さらに深い戦術的要素を加えるために、これを解禁し、それ以降の NBA ルールでは、 ディフェンスプレイヤーにも3秒ルールが適用され、テクニカルファウルに順次たペナルティが課せられるようにルールが変更された。また、3秒ルール区域は、ペイントゾーンだけでなく、エンドゾーン外へ4フィート延長した仮想レーンでも適用されるように工夫されており、3秒バイオレーション、回避に、安易に、アウトオブバウンズを利用できなくしている。詳細は、3秒ルールを参照 NBA では、 この他に、ノーチャージエリアと呼ばれる、ゴール金傍を円固と直線で区切った制限区域があり、この中では、オフェンスのチャージングが適用されない。相手からチャージングを獲得することに長けたディフェンダーは、両足がエリア外についていることを意識して、プレーをするなど、プレーも厳密に規定されており、観客を楽しませている。詳細は、ノーチャージエリアを参照さらに、 コート上の4つの単線で区画されるロアーディフェンシブ、ボックスと呼ばれるある種の区域が設定されており、ここではボールを保持し、ゴールに背を向けているオフェンスに対してディフェンダーは上腕を呼び手を触れてディフェンスが許される。格闘技とも称される NBA 特有の激しい攻め合いが見られる。このように NBA の場合、コート上に 各種の制限区域が存在するが、リストリクトエリア、制限区域といえば、前述のノーチャージエリアを指す場合が多く、一般的に制限区域に相当するエリアは3秒、エリア、ロアーディフェンシブボックスは、LDB と呼ばれる場合が多い。ありがとうございます。